7月26日に開幕したパリオリンピック登録商標。日本陸上界に新たな歴史を刻んだのが女子三段跳び日本記録保持者、森本麻里子、29、オリコだ。日本選手権では2019年から6連覇を果たし、ワールドランキングでパリ五輪出場を決めた。日本選手が五輪で女子三段跳びに出場するのは史上初の快挙だ。9歳の夏休みに アテネ五輪2004年で競泳 100m 平泳ぎの北島康介さんが金メダルを獲得したことに感銘を受けたいつか自分もそういう感動を与えられる選手になりたいと小学校時代から陸上のほかにバレーボールや水泳など幅広いスポーツに取り組んできた中学時代は走り幅跳びを中心に取り組み大成学院高校大阪の3年時にはインターハイに出場 全国2位に輝くなど頭角を表していた森本は走り幅跳びで東京オリンピックを目指していたが大学入学後は記録が低迷。周囲から三段跳びへの転向を進められたという。当初は三度同じ足をつくのは痛そうと乗り気ではなかったというが、初めての試合で関東インカレの参加標準記録を突破、思い切って三段跳びに転向した。 大学3年時のインターハイでは2位となるなど着実に成長を遂げた。また、2017年からは幼い頃からの夢であるオリンピック出場のためにボブスレーにも挑戦。ワールドカップに日本代表として出場するなど実績を積んで冬季五輪への出場を目指したが、コロナ禍ということもあり三段飛びとの二刀流は断念したという。 ボリンへの道のりは簡単なものじゃないんだなと感じた一方で、日本代表を背負って戦う責任感であったりをすごく学べたと前向きに振り返る。ボブスレーへの挑戦は森本に思わぬ副産物も与えてくれた。この時の縁で知り合ったドイツ人コーチにトレーニングメニューに関してアドバイスをもらうようになってから、三段飛びの記録が飛躍的に向上したのだ。年々記録を伸ばしていき、 昨年の日本選手権では14メートル16の跳躍で日本記録を24年ぶりに更新。世界陸上ブダペスト大会に日本女子三段跳び選手としては2007年以来となる出場も果たした。世界のジャンパーは14メートル50を超える記録を持つ強敵だらけだが、森本はドイツ人コーチの話だと14メートル50も十分狙える才能があるっていうふうにお話していただいている。 パリでは日本記録、自己ベストを超えて決勝に駒を進めたいと話す。三段飛びは、小田美紀夫さんが1928年のアムステルダム五輪で、日本人史上初めて金メダルを獲得したいわば、お家芸。森本も、三段飛びは本当に歴史のある種目。ぜひ日本の皆様に見ていただきたいと意気込んでいる。